お主たち、毎日勤勉に頑張っておるかの？ケンスクール公式 VTuber、ケンのちえりじゃ。今日は V ロイドスタジオで遊んでみるぞ。以前わしが動画で紹介した V ロイドモバイルというスマホアプリを覚えておるかの？この V ロイドシリーズの本家本元、V ロイドスタジオが2021年10月末に正式版になっていたのじゃ。この V ロイドスタジオは絵を描くようにキャラクターを作ることができる 3D モデリングソフトウェアとしてリリース時から超話題になっておったのじゃが、実はな、絵が描けなくても 3D キャラが作れるのじゃ。オンラインゲームで自分のアバターを作るのが好きなものならきっと楽しめるはずじゃ。ただ作るだけでは面白くないので、今回はわしのお供であるこやつを美少女にしてみることにするのじゃ。お供よ、楽しみにしているのじゃ。では早速やってみるのじゃ。まずは V ロイドスタジオを起動するぞ。新規作成をクリックじゃ。最初に女性か男性を選ぶぞ。美少女化させるわけじゃから女性を選ぶとしよう。しばらく待つと 3D ボディが表示されるぞ。ここからが本番なのじゃ。この 3D ボディはマウスで拡大縮小回転ができるぞ。マウスのホイールを使って顔を拡大させてから作業を始めるのじゃ。まずは顔から整えていくとしようかな。顔をアップにして、最初に作りたい顔に近い顔セットを選び、そこから細かく調整していくのがおすすめなのじゃ。可愛い顔にしたいの。たくさんあって迷うのじゃ。なんか怖いのもあるの。やはりハイライトが大事じゃな。お、瞳に星が入っとるの。キラキラして可愛いのじゃ。よし、これをベースにしよう。顔セットの下に目セットがあり、さらに瞳のハイライトと細かい項目が含まれているのじゃ。目はやはり大きい方が可愛いじゃろ。目の縦幅を大きくして、あとは目頭の高さも変えてみようかな。目の形状、女性と男性があるの。いじってみると、おお、こうなるのじゃな。なんというか90年代アニメ風になったような気がするの。ここはゼロのままでいいじゃろ。色はわしと同じ水色にしてやるのじゃ。お、化粧ができるぞ。おなごには口紅やチークは大事じゃな。フェイスペイントはどれも個性的じゃの。変なのじゃ。お、歌舞伎の熊取りがあるの。ちょうどわしもお供も目尻に熊取りのような赤いラインがあるゆえ、これを流用してメイクしてみるかの。クマドリのフェイスペイントを選んで、右のカスタマイズからテクスチャを編集をクリックだ。編集画面が開いたら必要ない部分をツールパレットにある消しゴムで消していくぞ。左右対称のパーツを同時に編集したいときは、このテクスチャ表示エリアの右上にある編集オプションのうち右側のミラーリングをオンにすると良いぞ。消しゴムの太さも調整しながら、目尻以外の不要な模様を消していって、上まぶたはもう少し描き足そうかな。スポイトでクマ取りの色をクリックしたら色をコピーできるので、これでブラシに切り替えて描き足すと、できたのじゃ。お供よ、これでまた一歩わしに近づいたの。次は髪型を見ていくぞ。うんうん、実にいろいろな髪型があるの。お団子ヘアはどうじゃ。三つ編みも可愛いの。髪の色はどうしようかな。こやつの毛並みは黒じゃから黒い髪にして、あ、ハイライトを赤くしてみようかな。三つ編みを増やせるのじゃな。どれどれ、おお、思ったより可愛いのじゃ。これで良くないかな。アホ
陶芸とは何じゃ？おお、なるほど。このピョーンとした髪の毛をつけられるのじゃな。せっかくじゃ、アホ毛をつけてみるのじゃ。うむ、これでいいじゃろ。かわいいの。わし、かわいいと言い過ぎかな。はぁ、語彙力が欲しいの。次は体型を決めるぞ。右側のパラメーターをいじっていくのじゃ。身長はあまり高くない方がいいの。小さい方が可愛いからの。わしより小さい方がお供らしくていいのだ。胸の大きさ、ここもいじらなくていいの。企業公式 VTuber たるもの、セクシーすぎるのは良くないからの。はあ、特にいじる必要はなさそうじゃな。次に行くのじゃ。次は衣装を選ぶのじゃ。おー、たくさんの衣装があるの。見ていて楽しいのじゃ。やはり制服は可愛いの。わしも制服を着て学校に通ってみたかったゆえ、普段着ているこの服も制服風デザインなのじゃよ。ケンスクールにも制服が導入されぬかの。では今回はパーカーにして、ほれ、どうじゃ。パーカーじゃと髪の毛がめり込んでしまうの。では T シャツにして、スカートとニーソックスとスニーカーも赤にするのじゃ。せっかくじゃから、わしはこの赤いコーデを選ぶぞ。うむうむ、かわいいの。しかし、無地の T シャツでは味気ないの。せっかくじゃから、ケンスクールっぽい T シャツにしてみるのじゃ。ここで注意じゃ。フォトショップなどの一般的な画像編集ソフトと同じで、Vloid Studio のテクスチャ編集もレイヤー構造になっておる。一番下の服本来のテクスチャであるデフォルト画像のレイヤーに直接書き込むと、服テクスチャと今作ったデザインのテクスチャが一つになってしまうゆえ、消しゴムを使った時に服ごと一緒に消えたり、テクスチャを別の服へ流用できなくなってしまうのじゃ。画像編集ソフトでうっかりレイヤーを結合してしまった時のあの悲しみを思い出すの。ゆえに、デフォルト画像の上にあるレイヤーの右のグラスをクリックして新規レイヤーを作り、そこに書き込むようにすると良いぞ。注意は以上じゃ。早速やっていくぞ。トップスの右側にテクスチャを編集があるじゃろ。ここで洋服のデザインを変更できるのじゃ。ここが胸元じゃから、この辺に毛…どうじゃ、ケンスクールっぽいじゃろ。ついでに、ここで作ったテクスチャを他の服にも流用する方法と、逆にフォトショップなどの外部の画像編集ソフトで作ったデザインを服のテクスチャにする方法も教えておこうかの。知っておくと格段にカスタマイズ性が広がるゆえ、覚えておくことをおすすめするぞ。さっき新規に作ったレイヤー1、テクスチャの上で右クリックじゃ。表示されるメニューの中にエクスポートというのがあるじゃろ。エクスポートすればデザインしたテクスチャだけをピング画像として書き出せるのじゃ。エクスポートしてピングを PC 内の任意の場所に保存して、一旦他の服に着替えさせるぞ。最初にテクスチャを書き込んだ服と似ている形の服ならば、テクスチャが自然にマッチするゆえ、とりあえず今回は色違いの T シャツを選んでおこうかの。そしてテクスチャを編集。最初にテクスチャレイヤーを作った時と同じように、レイヤープラスマークで新規レイヤーを追加したら、今度は右クリックでインポートだ。インポートを選び、さっきエクスポートしたピングを選ぶと、この通りだ。次に外部の画像編集ソフトで作ったテクスチャを服に貼り付ける方法じゃな。今度はわしのインナーや帽子についているのと同じ犬のマークをピング画像で用意したゆえ、 T シャツに貼ってみるぞ。先ほど Vloid でエクスポートした剣のテクスチャのピングを Photoshop で開いてみるのじゃ。次に新規レイヤーを作って、剣のテクスチャと同じ胸元の位置に犬のマークを貼り付け、ここら辺じゃな。
ージにしてピングで保存じゃ。 Vloid スタジオに戻ってこのピングを T シャツにインポート。おっと、こっちでも剣のテクスチャレイヤーは一度非表示にしておくぞ。レイヤーの右にある目のマークをクリックで非表示じゃ。これも一般的な画像編集ソフトと一緒だな。また新たにレイヤーを作って右クリックでインポート。さっきの犬のマークを選択じゃ。するとわしとお揃いの犬マーク T シャツの完成じゃ。お供よ、さらに一歩わしに近づいたの。さて、さっきテクスチャを手書きした赤 T シャツの方に戻すぞ。よし、アクセサリーを見ていくぞ。ここではメガネか獣耳をつけられるのじゃ。やはりこやつには犬耳をつけねばな。どれどれ、犬耳はないのか。猫耳をカスタマイズするしかなさそうじゃ。色を髪の色に近くした方が自然かの。スポイトで髪色を獣耳にコピーするとスムーズじゃな。耳の形状とはなんじゃ。1から4まであるの。どれどれ、おお、垂れ耳にしたりできるのじゃな。これはこだわりの獣耳が作れそうなのじゃ。すごいのじゃ。モデルの左横に3つ並んでおるアイコンは耳の移動、回転、拡大ができるのじゃな。猫耳と差別化するため少し大きくするかな。しかしこのままじゃと獣耳と人間の耳と2つになってしまうの。顔に戻って肌の右側に耳を消すという項目があるのじゃ。この数値を最大にしてた。よし、これで人間の耳が消えたのじゃ。あとは尻尾をつけたいのじゃが、尻尾をつける機能はここには実装されておらぬようじゃな。尻尾やアクセサリーのような服以外のオプションは髪のパーツを応用して作ることもできるのじゃが、それはちょっと上級者向けでの。この動画の説明文に参考になる動画を貼っておくゆえ、もっと深く Vloid 沼にはまりたいものは見てみるのじゃ。よし、できたのじゃ。最後にルックじゃ。ここでは 3D の見た目を設定できるのじゃ。ここをうまく調整すると Vloid スタジオで作ったように見えなくなるぞ。わしはアウトラインを太めにしてリムライトをなくしてみるぞ。じゃじゃーんなのじゃ。どうじゃ、わしのお供がこんな可愛いおなごに大変身なのじゃ。せっかくじゃ、動かしてみるとしよう。右上のカメラボタンをクリックすると色々な表情とポーズを楽しむことができるぞ。表情を変えてみようかの。楽しい、悲しい、怒り、喜び、驚き。数字を変えると表情が変わるのじゃな。やはり笑っておるのが一番可愛いの。ポーズ&アニメーションにはいろいろなモーションが登録されておるのじゃな。どれどれ、おお、あまり激しく動くとスカートが大変なのじゃ。もうちょっと長くした方が良かったかの。このやったーが可愛いのじゃ。万歳じゃな。子供のようなのじゃ。可愛いの。自分で作った 3D ボディ、愛着が湧くのじゃ。 Vloid は着せ替えが楽しめるのが醍醐味で、ブースなどのサイトでも可愛い髪や服のプリセットが豊富に配布されておる。着せ替えができるようになるとさらに愛着が湧くぞ。正式版では重ね着もできるようになってコーデの幅も広がったしの。ブースのトップページからカテゴリー 3D モデルを選んで、次のページで左に出てくるメニューのサブカテゴリー Vloid を選択すると、たくさんの Vloid 用素材が出てくるゆえ着せ替えを楽しんでみるといいのじゃ。ブースから配布素材をダウンロードする前にはまずは利用条件を確認することが大事じゃ。商用利用不可や Vloid ハブへのアップロード不可などもろもろ条件があるでの。ダウンロードした素材はさっき説明したテクスチャ応用編丸1、作ったデザインを他の服に流用と同じ要領でテクスチャを貼っていくのじゃが、詳しい方法はこの動画の説明文に参考になる動画のリンクを貼っておくゆえ、そちらを参照じゃ。
わしも V ロイドボディが欲しくなってきたの。たまには違う衣装が着たいのじゃ。さて、さっき押したカメラボタンの右に共有ボタンがあるのじゃ。ここを押すと V ロイドハブにアップしたり VRM ファイルを生成することができるぞ。この VRM というのは 3D モデルのファイルフォーマットじゃ。 VTuber 御用達のアニメーズ、ラペット、バーチャルモーションキャプチャー、ミテネなどの 3D モデルをトラッキングで動かせるツールはもちろん、おなじみソーシャル VR アプリ、 VR チャットやクラフトピアのような対応ゲームに読み込ませることもできる形式じゃな。残念なことにリリース時は M1 チップ搭載の Mac には対応しておらんかったのじゃが、今はどうかの、治っておるといいのじゃが。ここで VRM を生成することにより、この 3D アバターはあちこちで活躍できるようになったというわけじゃな。かわいい自分の分身じゃ、大事に扱うがよいぞ。さて、今回の動画はどうだったかの？ VTuber が世に広まるまで 3D でキャラクターを作るというのは非常に敷居の高いものだったのじゃが、今はこんなに簡単に作れるようになってしまったのじゃ。すごいの。 V ロイドスタジオは髪型やテクスチャを簡単にいじったりもできるゆえ、絵が描けるものならもっとオリジナリティの高い作品も作れるじゃろうな。すごい世の中になったものじゃ。いつか一人一アバターの時代が来るかもしれぬな。そうそう、そういえば前にわしが対談したバーチャルキャド講師足立千鶴殿も V ロイドなんじゃよ。テクスチャの社員証とブースで配布されている商用利用可のスーツを身につけてもらったんじゃが、なかなか講師らしくなったんじゃないかの。どんな感じか気になったらぜひ動画を見るのじゃ。ほい、今日の動画はここまで。チャンネル登録とTwitter のフォロー、動画の高評価をしてくれると嬉しいぞ。